ーのアトリエ続きから。行き先はどこなんだい？紙だね。一言見落とさないよう頑張るです。多めに作ってくれたのだな。いいえ、この場所については。ああ、どうやらここは異界に向かうための拠点らしい。異界？何か条件を満たせば入り口が現れるようだ。しかし詳しくは解読できなかった。そうなんですね。世界にはまだまだ不思議なことが眠っているのですね。さて、私はそろそろ行くよ。え、もう？ああ、まだこの腕の秘密はわからないままだし、どこかに私と同じ境遇の人がいるかもしれない。そういう人たちの力になりたいからな。そうですか。ナザルスさん、お元気で。また何かあったら言ってください。ありがとう。ソフィー。いえいえ、あの、ジュリオさんも。そうだね。しばらくしたら出るつもりだけど、まだこの辺りで。というわけで。はい。よーし、どこに行くんだい？あ、ま、な、まいだ、ま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 い、ありがとう。いら、どうも。
でいいかな。ありがとう。おお。ソフィー、プロフト、あなたにはいろいろともらっているので、よろ。作ろう。材料はどれにしよう。これでいい。どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。どの釜を使おうかな。よし、どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。ないかも。うん、いいね。これでいいかな。うん、パパってできた。どの特性を引き継ごう。これ、よし、完成だね。レベルアップ。プラフト、これはソフィー、ついにやり遂げたのですね。それではソフィー、真理の鍵を貸していただけますか。あ、うん。はい。え、今何したの。英知の門に施された封印を開きました。そうなんだ。はい、知識の大釜への道はたった今。やったー、これでもっとすごい錬金術が使えるようになるんだね。おめでとうございます。うん、ええ、そうですね。どうしたの、プラフト。ソフィー、私は大変な過ちを犯してしまったかもしれません。え、胸騒ぎがします。取り急ぎ、今は英知の門へ向かいましょう。よし、どこに行くんだい。
どのありがとう。それ。どの窯がいいかな。それじゃあ始めよう。どの窯がいいかな。